ラシチャンプーなの、ね、あっち、うん、ここまで歩いてくると食べたことないから食べてみよう。お疲れ様です皆さん、ボレボレジャパンチューベット、さやのです。はい、今回も2人で来てます。ということはね、サイコロ旅続きです。はい、前回はケールセントラルステーションからサイコロ6を出してアジアジアステーションに来ました。はい、今日はね、ここからまたサイコロを振ってアジアジアステーションから何個進むかをこの後決めていきたいと思います。なんか前回ね、これちょっと見にくかったからなんか新しいの買いました。これがこれです、2代目サイコロ。シンプルでいいね。でしょ、見やすいよね、ふわふわ。せーの、1。路線図を探しに行きます。はい、まあ、一駅だからね、そんなに乗らなくていい、うん、まあ、歩いて行けんじゃないっていう。確かに今日はね、車に積んであるこれを持ってきました。ニュータッチャンの方、タッチャンの方ね、はい、ゲットしたの方ね。これ iPhone でチャージできるんですよ。ポップアップできるから、ね、めっちゃ便利。じゃあ駅の名前もつきました。うん、あ、しらじゃあここそうね。はい、ここから1個行きます、うん、じゃーん、タマプンパラマウント、マウント、タマだね、タマパラに行きましょう。何が楽しみ、楽しみだね。1駅だから何分ぐらいに着くんだろう。1分、たまらん、たまぱらね。お家です。お店がお店がなさそう。おやおや、あそこ大きい通りっぽくない？ちょっと開けてんのかな、これは。また、そう、駅出た人歩いて行ったのにこっちだよ。ニヤニヤしてきた、何？あった。絶対これご飯食べれるでしょ。ナシチャンプーだね、おいしそう。 YouTuber だ。生ボレボレジェプン、ボレボレジェプン、白白、Yes、 Thank you。 FOC、 You、 FOC。 本当に、okay、 ありがとうございます。 Thank you、 カシー、何シロップあげるって、ドリンク。いただきます。めっちゃ優しい。おいしい。うん、駅から歩いていてカラカラだからさ、うん、お、一吸いでなくなるよ、またいつも一吸いでなくなるよ。やった。シロップっていうドリンク名なんだけどさ、多分水とシロップなんだよ、うん、甘い、おいしい。セダセダセダ、Thank you、Thank you。じゃーん、アヤムプダスメラ、アヤムバター、アヤムバター初めてだよこれは、ね、アヤムバター初めて。ホワイトシチューみたいな感じ、うんうん、残しといてね。うん、うん、クリーミー、もちろん、これうめえ。本当？初めて食べた。これは見るからに辛いから、辛いかって言ったから、シキシキって言ったから。本当、ね、マレーシアの人はシキシキは信用できない。マジで辛いのよ。行ってみよう、行ってみよう、シキシキかどうか。うん、うん、シキシキ、辛い。辛いっけ。辛いけど、うまい、うまい、うまい。ほんと柔らかいし、私たちナシカンダーとかも結構辛いの食べるもんね。そう、なんやかんや言ってね。そうそうそう、食べたいですか。うん、どうぞ。どうも、食べていいですか。どうぞ。いただきます。私もこの白いのから、なんだっけ、アヤムバターね。うん、これ私大好きだ、おいしい。次ね、もうなんかさっきからこの辺の混ざってるところから薄々辛いのよ。うん、うん、おいしい、いけるんじゃない？辛いわ。待って、辛いな。一瞬大丈夫だけど、後から辛くない？辛っ。でも辛いけど、うまっ。
お、もうなくなっちゃったじゃん。完食です。返せない。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これうまかったね。ね、アヤムアヤムだったけど、うん、2種類、辛いのとマイルドのやつ、うんうんうん、混ぜてもうまかったわ、ね、ただ口の周り辛いで、ね、でね、お店の人優しいからデザートまでくれましたよ。ジュースもくれたの。で、何？うん、何？下はね、もち米や。もち米か、うん、ココナッツの香りがして美味しい。あー、ほんとだ、香りもいいよ。美味しい。セダセダセダ、うん、うん、もち米ね。これなんだろう。パパイネパンダンパンダンパンダンパンダ ン, ン, ダン、うん、ココナッツ。あー、やっぱりコールしていい。どうぞどうぞどうぞ。取られた。美味しいね。うん、イエス。アパナマーペダイニー、うん、マロン。じゃーん、マロン。もうちょっとなんか食べたいからブラブラジャラン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 して、ジャランジャランジャリマカンしに行こう。うん、行こう行こう。はい、はい、次行きましょう。レッツゴー。あっち、うん、ここまで歩いてくるとまたエリアがね、違うエリアが広がってます。食べたことないから食べてみよう。 OK、 ラクサ来ました。これがサラワラクサ。いただきます。なんかね、すっごいスパイシーな香り、うん、なんかマレーシアってそのエリアによってラクサの味が違ったりとか、そのエリアによってチキンライスの味が違ったりするんですけど、サラワラクサは初めて。まずまあスープからです。スープから。うん、あ、山椒、山椒、どうでも来る、はい、うん、うん、マレーシアで初めて食べる味。へえ、どうも。なんかついてるのか、うん、辛いんかな。うん、本当だ、初めて食べる味よね。美味しい。イエーイ。うん、いいじゃん。入れた方が私は好きだな。辛いのかな。これ何ですかね。これ何なんですかね。味噌、味噌全部入れダメ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 、全員入れて。わあ、いつもね、全部入れるので、辛い辛いって後から言うの分かってるのにね。うん、辛くないよ。嘘、味が濃くなる感じ。濃厚になる。深みが増す。重みが増す。重みまあでも最終的に食べたことない味に出会ったということで、まあ、次だね、デザートを期待するのね。で、ちょうどここにあるの知らなかったんだけど、さっき後ろでナシレマブンブン、うん、有名なお店見つけたんすよ。前に食べに来たことがあるんだけど、今度はうちのボレボレジェプンのメンバーを連れて来たいと思います、ね、あれは別企画でちょっとみんなで食べに行く企画をやりたいと思います。そうそう、ね、行きたいよね。メンバー聞いてる、うん、全然マレー料理食べてないんだから外に出なさい、うん、日本食ばっか食べないで。そうだ、外に出ます。行く用意しておきなさい。連れて行きます、はい、ということでここは、タマンパラマウント、タマンパラマウント、歩いてみたらこんな美味しいものが見つかりました。楽しかったよ。はい、次はここの駅からまたサイコロを振って出た目の数進んでいきますので、ね、次も見てくださいね。はい、そのためにはしっかりチャンネル登録をよろしく。また見てね。またね。声、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 声